茂木幹事長の地元で自公敗北、栃木選に影響はポンポンポンポ,ンポンポン、ポグニャン。まあ、その演習もね、まあ、昨日もあの、ライブ配信で見てたんですけども、あの、栃木県の、え、鹿沼市っていうところで行われたですね、鹿沼市長選で、えー、これ、自公が推薦した、え、新人がですね、負けると、 まあ言うのがあってね。で、やっぱその、なんて、元県議会議長の方が自己推薦でね。えー、ほんでですね、立憲民主党の県連幹事長を務めた松井さんという方がですね、まあ当選したというのがね、昨日あってね、やっぱその、やっぱ、 この、栃木って言ったら本当保守王国っていうかね、やっぱその茂木幹事長の地元であるということで、まあほんとそういう意味でもですね、ここでその与党系っていうか自公推薦のね、えー、方が破れたっていうのはですね、まあ非常にインパクトが大きいな、 っていうね。まあ、昨日もライブ配信で、まあ、その、見ててね。あ、すごいなって言ってたんですけどもね。で、しかも、票差がですね。まあ、8400票なのね。えー、松井さんっていう方が、あの、立憲県連幹事長だった松井さんとか24600で、ほんで、自公推薦の小林さんっていう方が16410票ということで、まあ、大差で破れてるっていうね。まあ、ここがね、やっぱりその自公でもダメだって いこね自民党単独推薦とかってね、まだしも公明党も推薦して、一緒に負けてるっていうのがですね、まあやっ やっぱりね、そのインパクト大きいなっていうか、まあ、昨日なんかね、あの沖縄県議選っていうのは今やっててですね、公明党のあの山口代表がですね、えー、政治資金規正法でぐだぐだやってるからですね、地方選挙で、自民党、 がね、あの、負けたんだ、みたいなことを、まあ、ちょっと、愚痴っぽく言ってるっていうのはあったんですけども、まあ、それが、もろに出たのが、自公推薦で、えー、昨日もですね、栃木の鹿沼市長選で負けたかなっていうね、っていうのは思いますね。んで、しかもやっぱ、り茂木幹事長っていうね、 まあもう本当大物の地元ですか、栃木っていうのは。で、幹事長って言ったら選挙をね、まあ司るか、選挙の、やっぱりその、まあ重要な役割を持ってるとお金もね、その自由に使えるっていうのもあってですね。 まあそういう意味でもこの栃木で負けた後にはショックが大きいかなと。まあただでも、えー、立憲県連幹事長っていうことで、まあこの栃木の、栃木2区に当たるんですね。鹿沼市とか宇都宮市っていうのが栃木2区に当たるんですけど、ここはね、立憲が勝ってるんですよね。あの、えー、前回の衆院選でもね、えー、でもそれでも今回の、あの、やっぱりその、 なんていうんですかこれ、新人対決ですからね。で、しかも、自公推薦のこの小林さんという方はですね、まあ、栃木の知事は自民党の方なんで、その、知事とのパイプをアピールとかしたり、まあ、そういうのをしたんですけども、大差で負けてるっていうね。んで、やっぱこの、こう朝日に書いてるのはですね、やっぱりその、の立憲民主党とか連合栃木の支援も受けてね、松井さんはあの、え、 一応立憲は抜けたんですけども、やっぱ立憲の県議、県連、幹事長を長く務めたということで、え、立憲や連合都知事、ほんで、あと共産とか一部保守系の市議も入って支持層を広げたと。まあ、いうことで、まあ、ここでもやっぱ立憲の共産の支援でね、買ってるっていうことでですね、まあ、ほんまこれ、 今、なんかね、この都知事選なんかでは、あの、国民民主の新バさんですから、なんか立憲共産党が、みたいなね。まあ、盛んにこう、立憲と共産党の共闘がですね、ダメなんだ、みたいなこと。だから、あの、蓮舫さんを支援できないっていうね、都知事選でね、そういうことを言ったりとかしてたのが、一昨日ぐらい話題になりましたけども、まあ、やっぱり立 県と共産がね、やっぱり一緒になるからですね、こうやって選挙にも勝ててるんですよっていうね。まあそれはもう衆参、え衆参、衆院参補選でもですね、まあそれはもう、まあこれはやっぱ協力かなと。まあ協力だからこそですね、立憲共産党とかって立憲と共産が組んだらいかにも悪いかのようにね、 あの、まあ、検伝してるっていうのが、まあ、国民民主党のね、人だったり、まあ、自民党とかだったりするんですけども、やっぱ改めてね、このカヌマ市長選での、なんていうんですか、この、事故推薦の反 敗北で、えー、立憲民主党、えー、共産支援のね、候補者が勝ったっていうのはですね、やっぱ大きいなと思いましたね。で、これがやっぱ今やってるね、あのー、公明党がね、あのー、山口さんが沖縄で、えー、自民がぐずぐずしてるからだって言いました沖縄県議選にもね、これ影響あったらいいなと思うんですよね、本当に。えぇ、ー、技能安宿沖縄市、んで、あと那覇ですかね。まあ 僕は本当に今沖縄県議選で本当激戦になってるっていうのが沖縄タイムスに載っててですね。まあ、他も、あの、あったと思うんですけど、ウルマ、ウルマとかもね、前回無投票だったんで、 まあ本当、ここ沖縄県議選も僕は本当に頑張ってほしいなっていうかね、この栃木でのね、事故の敗北をですね、勢いにね、なったらいいなと思うんですよね。やっぱり、あ、事故ダメだな、みたいなね。まあそういう感じになれば、本当に沖縄県議選にもね、まあ今週今やってる真っ最中なんで、えー、本当、16日投開票で、今度の日曜投開票ということで、まあいい影響が出たらいいかなっていうの 思いますけどもねやっぱもう政治と金がね、やっぱ僕は影響してるのは間違いないと思いますよと、今回だけじゃないですからね、まあ、ほんまにあのまあ、衆院、えー、参補選だったりね、まあ他いろいろな、まあ、影響っていうのが出てますね、この間は、えー、港区長選ですかね、東京。 でもそういうのが出てるといろいろね、港区長線だけじゃないですけども、あの、目黒、目黒区長線だったり、目黒都議補選だったりね。う やっぱりこれがね、僕はね、今、その都知事選で、あのー、20日から告示なんですけども、今一生懸命蓮舫さんをね、叩いてるわけですよね。蓮舫下げ、蓮舫叩き、蓮舫バッシングみたいなですね、記事っていうのが、まあネットに出た、いっぱい出たりね、ね、テレビでもなんかタレントがですね、蓮舫さんを、ええー、うんざりだとか言ってね、なんかもう、まあバッシングするようなことを 言ってるともう。それがね。もうあからさまっていうかね。自発的になんか言う。あのタレントとか言ってるんやったら、まだしもうもう本当ね。あのマスコミ。まネットメディアもですね。まあ、ね、一斉に蓮舫さんを叩いてるとしか見えないような動きとかあるわけですよね。で、それがやっぱりその今までね。その都知事選、えー、この。 小池さんのカイロ大学の問題で、わーっとね、カイロ大学、カイロ大学で学歴問題があって言ってたのがですね、蓮舫さんが土地伊に出ますって出馬表明した瞬間からもう一斉に蓮舫を叩きにシフトするっていうね、まからさまなね、その動きっていうのがもうほんと不自然というか、ほんと気持ち悪いなっていうね、 どっからそういうお金って出てんのかなっていうね。やっぱり何やら機密費とかね。なんか税金がそっちに使われてるのちゃうのかなっていうぐらいの。まあやっぱ小池さんだってね、その広告代理店とか、えー、プロジェクションマッピングとかですかなんかそういう動きがあったりとかしてね。そういうのが、まあ五輪からそうですけども、あの、広告代理店とかの動きっていうのがね。まああるんちゃうのかなって。 っていう、なんか疑いの目を持ちたくなるほど不自然な連邦下げ、連邦バッシングっていうのにはですね、まあ本当に僕はね、あの、まあおかしいなって思うんですけども、でもそんなことをやったって、まあこういう茂木幹事長の地元のね、栃木の鹿沼市でもですね、まあ自公推薦の方が負けると、大差でね、 っていうのがね、やっぱ僕はやっぱね、な,なんかいろんなね、わけのわからん動きがあったとしても、まあ、やっぱりね、有権者はですね、その、 自公推薦の候補になびいたりとかしないということを考えると、僕は都知事選にもね、僕はね、影響出てくるんちゃうのかなと。まあ、今、都知事選ではね、都知事選と同時に自民党はですね、都議補選、八つの都議補選が行われるんですよね。都知事選がある7月なのか。そこに自民党は全部の八つの、あの、補選の選挙区に候補を立ててるからですね、まあ、なんとか、あの、小池さんを支援する したいと。えー、ま、自民党は自前の候補は立てられないんですけども、まあ、支援という形でですね、なんとかその時、都議補選にもいい影響を残したいというのはあるんですけども、まあ、これででも本当に、 この今回のカヌマ市長選での敗北がですね、えー、小池さんへの支援ということで、ね、自民党がね、なんか確認団体作ってみたいな、なんか報道も出てますけども、まあそれだって結局自民党が支援というのは変わりないわけですから、 小池さんがやっぱ嫌がるんちゃうのかなっていうね。まあ、ただでも小池さんだって蓮舫さんが出てきたことによって、あのー、ま、すごくね、これだけの蓮舫バッシングみたいながあるっていうのはですね、相当警戒してると思うんですよね。まあ、接戦とかにあったらどうすんねやっていうね。で、やっぱその自民党って っていうのが表に、う、表にというかね、裏に回っても自民党が支援っていうのが報道されるだけで悪影響が出てくるっていうのを考えるとですね、まあ本当に厳しくなるんちゃうのかなっていうのは思うんで、まあそれがどういうふうなね、僕は影響するのかなと自民党の支援体制というかね、 もう確認団体作って自民党が支援するっていう報道されてるわけですから、もうそれだけでもね、僕はマイナスやと。うん、で、まあ、公明党だって負けてるわけですから、あの、港区長選でも公明党が推薦ね、自公推薦で負けてるわけなんで、 公明党が入るっていうのもですね、僕はマイナスになるんちゃうのかなっていうね、その負け続けている。東京でも負けている、栃木でも負けた公明党がですね、えー、小池さん推薦するとかってなったら、それ,どそれもマイナスなんちゃうのと思うんですけどもね。 だその辺がどう影響出てくるか。まあそういう意味でも僕は東京都知事選にもですね、まあ影響が出るかなとで。今やられてる沖縄県議選でもですね、まあ僕は影響、まあ出てきても全くおかしくないからと。ただ沖縄県議選本当にね、もうほ地元の沖縄の方、本当にあの投票行ってほしいし、もう頑張ってほしいなっていうぐらい、本当に僕はわからないと。 いう選挙に激戦、大激戦になってると思うんでね。えー、ま、ほんこれ、栃木でもあかんかったと、沖縄県議選でも、例えばその、デニーさんを支えるね、オール沖縄が勝ちましたと、えー、過半数取りましたってなったら、本当に栃木選にも僕は影響に、 さらに出てくると思いますんでね。まあそういう意味でも、まあ今回の鹿沼市長選の事項の敗北っていうのはですね、まあ大きな影響が出てくるかなっていうふうに思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。